レールガンとイマジンブレーカー。はい、レールガンとイマジンブレーカー。はーい、出ましたね。これはもう告知自体が一月半ぐらい前からやってたんですが。そうですね。はい。こちらの二つの要領、どういった経緯で生まれたのか、そもそもっていう。はい。はい。結構唐突に作るのが決まって、そしてそこから一気にいろんなことがあって生まれた機種なんですが。はい。はい。こちら、Facebook でですね、はい、C3 の、まあ、プロダクションクルー。はい。はい。実際に開発とかそういったことをしている、香港のメインのクルーたちが、はい、Facebook で、はい、今の C3 でしてほしいこと。はい。こんなところに不満、こんなところがいいところだねっていうところ意見を募集したんですね。はい、はいはい、するとですね、その、まあ、フォーラムがすごい盛り上がりまして、そうですね、はい、意見としては、まあ、V シェイプの色が多いよね、別のシェイプが見たいとか、はいはいはい、まあ、そういったちょっと真新しさを求める、はいはい、意見があったんですね、はいはい、そこで生み出されたのがこの2機種なんですが、はいはい、レールガン、はい、こちらはですね、まあ、海外ではよく V シェイプって言われているストレート系のシェイプですね、はいはい、はい、もう本当に純粋なステップストレートというかストレートに近いものなんですが、はい、これですね、パッと見てもらうと分かる通りクラウン ST にかなり近い形をしています、はい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 、こちらで、まあ、この機種なんですけども、はいはい、このクラウン ST の直径を引き伸ばしてさらに重量をぐんと落としたっていうそういったモデルです。はい、そして対してイマジンブレーカー、はい、まあ、イマジンブレーカーっていうね、そのなんか名前でなんとなく、はい、まあ、分かるかもしれないんですけど、はい、これまでの C3 のラインナップには全然なかった、はい、ね、モデルなんですね。というのもですね、まずこちらをご覧ください、はい、ちょっと H プラファイルになっててステップラウンドなんですね。なるほど。で、はい、幅を若干狭くして直径に、はい、まあ、直径側にバランスを持たせたっていう、なるほど、はい、モデルでして、はい、投げ出しにかなりガツンとした回転力が、はいはい、感じられるモデルでございます、うん、はい、でこのモノメタルなぜ対になっているのかっていうところが、うん、まさにコンセプトが対になっていると思ってもらっていいと思います、うん、なるほど、はい、こちらですね、まずレールガン、はい、重量が 63g でしかありません。めちゃ軽いな、はい、こちらをご覧ください。トークンっていうのがあるんですが、はい、これミニサイズ用って僕らいつも紹介してるんですね、はいはいはい、まあ、ついこの前だね、まあ、ビワインドの限定からも出たんですけども、はい、もうこんな感じで直径とかも全然違って、はいはい、もうほんとこう見てください、小粒というか、はいはいはい、一回りも二回りも違います、はい、でもこのトークンの方が重たいんです。へー。そうなんですよ。なるほどね。トークンは 66.8g、はい。まあ一応交渉値としてはそうなっています。なるほど。そして対してこちら 63g と、はい、いうことでですね、はいはい、なんとこの重さよりも全然軽く、そして大きくというふうになっているわけですね。なるほどね。はい。はい、そしてイマジンブレーカーはこちら 67g かな、はい。はい。ということでちょっと重めのものになっています。はい、はい。はい、で、このレールガン、スピードの出しやすさっていうのはやっぱり重きに置いてまして、はい、はい、まあ、何よりですね、はい、これスピード出してる時にこんなに軽いのにスッて止まるんですよ。ああ、なるほどね、はい、はいはいはい、やっぱりスピードを出す人ってスピードの出しやすさ自体もそうなんですけど、はい、その上でのコントロールのしやすさっていうのはやっぱ重点に置きたいんですよね。まあ、行き過ぎたらちょっと困るみたいな、ね、そうなんですよね、はいはい、ただバーって飛ばされるだけじゃなくて、はい、止めたいところで止まるっていう、なるほど、はいはい、思い通りのコントロールを速いスピードの中でできるかっていうのを重きに置くわけですね。なるほど、はいはい、レールガンそれをかなり見事に叶えています。なるほど、はい、そしてイマジンブレーカー、こっちはですね、あのかなりずっしりとくるフィーリングなんですけど、はい、こっちもね、意外や意外、まあ、あくまで個人的な感想になっちゃうんですけど、はい、加速のしやすさは意外とあるんですよ。ああ、なるほどね。そうなんですよ、はい、意外と最初スピードに乗りやすくて、はいはい、その後結構すんなりと、まあ、重さも自分の重さもあって結構すんなりと動いてくれると、はいはい、結構あの僕らよくある動かしやすいっていうものがやっぱ強いのかと思うんですね。やっぱ、はい、あのじゃあ動かすときにすごい力がいるとか、はい、ちょっと労力がいるよ、やっぱ動きにくい、まあ、その割りどっしりとした安定感あるんですけど、はい、この世はやっぱりあの安定感があってそこにいてくれる割に、はい、じゃあ動いてほしいなと思ったのにかけた力に対して、はい、比較的こう軽やかに動いてくれるみたいな、ね、ところはありますね。そうですね、はい、でですね、ほんのり幅狭めてますので回転力がより強くなっているんですが、はい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 、この回転力が強くなるというと同時にですね、スリープの伸びっていうのにも注目してほしいんですね。はいはい、はい、ただただ回転力が強いだけっていうモデルって実は結構ありまして、たびたびこの紹介にも出てきますけど、ロングスリーパー専用の機種って、はいはい、スリープの伸びっていう観点でいくと実はちょっと違うんですよ。まあ、そうですね、はい、それはロングスリーパーの機種なんですから、はい、ロングスリーパー垂らしたまんまでいけば、はい、それは30分とか回れば ね、まあ、ね、スリープの伸びがいいと思うんですけど、はい、僕らがこの場合でいうスリープの伸びっていうのはあくまでトリックに対する耐久性なんですね。そうですね、はいはい、トリックをしていていかにスリープが残るかっていう、はい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 、そういったところをまあ、話してるわけなんです、はい、でレールガンもイマジンブレーカーも実はそれ両方良くて、はい、あれレールガンって軽いんじゃないのって思うんですよね。あ、そうですね、はいはい、イマジンブレーカーはそれはコンセプト的にそうなんでしょうって思うと思うんですけど、レールガンもなのって思うんですよ、はい、
その秘密がこの内側にあるんですね、はい、これホビットグングニルです、はいはい、まあ、先々月ぐらい、はいはい、新発売したモデルなんですが、はい、こちらですね新しいレスポンスの構造を採用しています。そうですね、はいはい、パッドを使っているところも同じなんですけど、このパッドの部分、はい、ですね、これちょっと友情出演で、はい、これが出てきますけど、洋服で、ま、あのキー調整が出てきますけども、はいはい、これですね真ん中から、まあ、パッドの内径外径があって、はい、パッドの外径からさっき言ってたエッジの部分、傾き始めの部分ですね、はい、こういってまっすぐ行くところなんですけど、普通はこうやって垂直なんですけど、これこんな感じちょっと斜めにえぐり込んでるんですね、クレーターになってるわけですよ、はい、でこれによってですねよりストリングがパッドに当たりにくくなってるわけですね、はい、はい、もうちょっとあのいろいろ経験者の人に分かりやすく言うのであれば、はい、わざとパッドが薄いものをつけて、でその状態で滑りも確保しながら、なおかつですね、はい、これ真ん中にこうやってえぐれ込んでますんで、はい、まあたるんだストリングが真ん中にガイド代わりに伝って真ん中のパッドに行って戻ってくると、はいはいはい、いうことでですね、はい、戻りも滑りも両方両立させてるっていう新しい形を採用してるんですね。はい、でこれを、まあ、もちろん、はい、まあ、さっきも言ったけどイマジンブレーカーレール側にも採用しておりまして、はい、なんならこのフラットの状態でも全然スリープが伸びます、はい、想像以上だと思いますよ。フラットの状態でも比較的よく回りますね。そうですね、はい、もちろん曲面加工に変えていただければその効果もより増します、はい、よりスリープも伸びますし回転力もね上がったフィーリングになるんじゃないかと思いますの で, そうです、ね、はい、っていうところでですね、しかも価格もかなりお買い得になっております。そうですね、非常に安くなってますね。そうですね、はい、はい、特にこのレールがイマジンブレーカー、まあ、イマジンブレーカーの方にね乗り換えるっていうチームメンバーも結構いますし、レールガンを練習用に採用するっていう方もいらっしゃいますし、はいはいはい、個人的にはですね結構レールガンの方を使っていて、はい、結構ストレスがないので気に入っています。疲労が少ないですね、はい、そうですね、はい、そしてイマジンブレーカー、はい、これまでの C3 のラインナップで、はい、いまいちピンときてなかったっていう方にぜひ触れてほしいです。逆にね、そうなんですよ、はい、C3 の余裕を使ったことない人にこそっていう感じもありますね、はい、そうですね、はいはい、今までの C3 の中のノウハウをガッと詰め込んだ低価格モデル、はい、そしてこれまでのノウハウを詰め込んで、そして別のものが生まれた結果、はい、それがイマジンブレーカーです。なるほど、はい、ということでですね、はい、こちらの2機種もしよかったら2機種同時に触れてほしい。そうですね、はい、はい、まあなんですけどね、うん、まあもちろんこちら、まあ、2機種同時に買えるって方もいらっしゃると思いますが、はい、はい、ぜひねどちらかの機種でも構いませんので、はい、はい、ぜひこちらレールガンとイマジンブレーカーよろしくお願いいたします。はい、ぜひ